では始めたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は胃腸、胃腸病と下痢というところからですね。まあ、胃腸病と下痢と書いてありますけど、これはもう便秘も一緒みたいなもんですね。ちょっとここ何日か胃腸病、先週から胃腸病の治療もやってるんですけど、こういう方がいらっしゃいました。こういう方がいらっしゃいましたってご紹介いただいた方がすぐ前にいらっしゃるんですけど、ことの経緯はですね、乳がんでらっしゃって、で乳がんでほとんどこう治療しなかったんですけど、まあ病院と相談したところ、これはもうこのままほっとくと首の骨がもう崩れてしまうと、だからここだけ放射線を当てて治療しましょうということを言われたんです。それでまあご主人も奥さんも納得して、まあここだけならまあいいかなということで、まあ10回、まあ、限度いっぱいですよね、10回放射線治療をやりました。やった後からどうなったかですね。やった後から全く食事ができなくなった。で何が起こったのかって、胃痛が起こった。胃がものすごく痛くなったんですね。で何も食べられないですね。それで、まあ、もちろんあの普通のご飯も食べられないんですけど、もう家においでになる直前はですね、なった時は水が飲めないんです。水を飲んだら嘔吐するんです、吐くんですね。でまずですね、水の味がものすごく変な嫌な味がするそうなんです。だから水も飲みたくない、そういう状態です。もちろん歩くことも、1ヶ月で15キロ痩せたって言われてました。おいでになる時はもうご主人が車椅子を押して、でおいでになって、で治療室まで歩いてこれないんですね。ですから車椅子から降りたら、うちの事務用の椅子に乗せて治療室まで連れてきて、そのまま横に寝せて、でそのまま治療すると。でもうあの体にあんまり触れないですね。お腹とか、あの今日も腹診の話をしようと思って、こうお腹の絵描いてるんですけど、もうとにかくね、腫れ物に触るようにゆっくり触らないと、もう痛い痛いって、うおっていう、そういう感じなんですよ。でもうあのまあ どうやって治療しようかなっていう話になったわけですけど、とにかく1ヶ月以上、2ヶ月ぐらいかな、とにかく食べてないわけですから、血液もあんまりおそらくできてないと思うんですよね。で清潔歯薬をそういう人に、まあやるかなということになったんですけど、もうこのまま食べないでいたらもう餓死して死ぬわけですよね。間違いなく食べられないですから。でご本人たちはもう夫婦で相談してホスピスに行くということで、ホスピスに行く段取りをしてた。ところがこちらにいらっしゃる方がなのでやめなさいと、とりあえず銀杏治療に行ってごらんなさいって言って、あの言われたわけですよ。でまあそれは前の病院に行った時に言われたんですかね。で一回こう病院に変われる時ですよね。でもうその病院変わってしまったんですよ。で別の病院にですね。でそこ全く無治療なわけですよね。でホスピスに行く、まあ、前段階としてそこにいるっていう風な状態でしたから、まあとにかく行ってごらんって言っておいでになったわけですよね。さあこっちは責任重大ですよね。もう餓死して死ぬかもしれないという状態の人がですね、おいでになってもこの状態ですよ。ね、これで私治せなかったら、もうこの会自体がもうあんた言っとったことでやってることが違うじゃないと、言ってる通り治らないじゃないかということになるんですけど、まあとりあえずこうやって笑って話してるっていうことはなんとかなってるわけですよね。それでちょうど1週間ちょ8日目ぐらいになるんですけど、まあ先週3日4日治療したんですけど、まあ日に良くなってきました。で初日は清潔歯薬をもうこの際と思って2回ずつやりました。もうここで出血が多くてどうのこうのよりも、胃の調子が変わらない限りはもう食べられなくて餓死するんだから、もうそれならやろうと思ってですね。で初日はあの清潔歯薬を2回やって、2日目もだいたい2回やって、そしたらですね、もう2日目ぐらいからふわっとこう変わってきたんですよ。でご主人もあれっていう感じになって、で3回やったのかな、3回ぐらいやってるんですよね。で3回やった時にあのなんかもうお腹の状態が良くなってきたって言われて、でもまだ食べられないんです。で、3回やった夜でしたかね、その日の夜は初めて嘔吐しなかったんですね。もうザーッとその1ヶ月間ぐらいザーッと、もうと水飲んだだけでうえって言うんですね。
吐くもなくてもうーって言うんですよね。でそれがやっと止まりましたっていう話になったんです。それが確か金曜日かなんかですね。金曜日で土日が休みだから月曜日おいでになったんですよ。でどうなったかっていうと月曜日おいでになって口の中が潤ってきましたって言われたんですね。でこれは唾液が出てる。でそれまでずっとペットボトルに水が入ってるピットでちょっとずつもう一口ムニョムニョってもう濡らす程度でもうそうしないともう口の中がベタベタで乾いてですねもうとにかく喋るのも喋れないぐらいでずっとやってたんですけどその月曜日から、まあ、今週ですよね月曜日からほとんどペットボトルがいらなくなったそれと同時にその何かを口に入れてわっと戻すのももう大体もうなくなったんですね。それで、それからまた2日ぐらい、まあ、治療したんですけどもあんまりやっぱ出血させるのもなと思ってですねでお灸の治療に切り替えました。これは千年灸です。今日皆さん入ってこられた時お灸の匂いがものすごくしましたでしょ。今日はですねもう朝からもうその患者さんの治療をまたしましたのであのご主人はあのお塩にお灸をのせるへそ灸ですね。これはずっと係でやって私は足の方を担当してとほんでお灸でずっと治療したんで奥さんがあれお灸って意外と気持ちがいいんですねって言われたんですね。で患者さんっていうのはですねやっぱ気持ちがいいと思うのがやっぱりいいですよね。ストレス感じながらもう嫌だねと思いながらやるよりもですねで足のお灸とおへそのお灸とそれから足湯をあのずっと繰り返したんですね。最初はですねこのベッドから足をこう下ろして寝たまんま足湯やってたのでこう座ってられないもんですから初日はもちろん2日目も3日目も座ってられないんです。もう辛くても寝ますと。だから寝たまんま足をこう下ろしてもらってこんな低い台持ってきて足のバケツ入れてでそれで足をずっとやったで今週になってから初めてあの月曜日火曜日はあの座って足湯ができました。ただしちょっとするともうきつくなってくるから横にならせてくださいって言ったんですけどもう昨日今日はもうずっと座ったまんまもうそのままで足湯ができるようになりました。それでここ昨日一昨日ぐらいからはですねもう重湯があのお粥と重湯がもう食べられるようになったんですね。一つ失敗したんです。月曜日調子が良かったものだから食べ過ぎたんですね、今まで1ヶ月食べられなかったんですよ。1ヶ月から、まあ、1ヶ月以上ですね。それがあんまっぱなんか美味しいなと思ってそれからそれでダメですよって言ってたんですけどねその次の日また失敗した。あ、1日置いてた。桃があったから桃の缶詰見たらなんか美味しそうだからですね大体がちょっと食べるの好きな奥さんだったみたいでちょっと食べようって言って半かけ食べたそうなんです。そして食べた後からまた胃がクワーッとその日一晩胃が痛かったそうで桃半かけですよこのくらいですよこれでもう食べ過ぎだったんですね。でもそれも散々言ってたんですよ。もうやったら食べ過ぎするからってまさかね桃一かけが食べ過ぎになると本人思ってないからで痛みが出てあこれが食べ過ぎだったんだって分かりましてねそれからきちっとこう自制するようにはなったんですけどもうおまゆがおかゆになって昨日か例えば朝はもうこのくらいちっちゃな魚も食べるようになったしということで、順調に回復しておられます。で、昨日はですね娘さんが見学に来られたんです。なぜかそのなんとか病院のところに入ったんですね。1ヶ月入ってるんですよ。お母さんの容態がだん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 悪くなって痩せていって毎日ゲーゲー言ってつらいつらい言ってるんです。でそれが先週うちにお見えになってから翌日からだん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 良くなって一体銀杏治療院では何をやっているんだろうとまあ家族はやっぱり不思議に思ってるんですね。で息子さんは毎日のようにお見舞いに行かれそうで19歳の息子さんだそうです。まあ母親孝行ですよね。で毎日行かれるんですよ。それであのもう2日目3日目ぐらいになるとお母さんがパッとこう顔色が変わってなんか元気になってきてもう声も出てあのこう座るようになってお母さん今日もあそこ行ったのってこう聞くんですね。だってもう1メーターもいかんこっちにはですね違うあのがんの患者さんでこっち側もがん患者さんであそこ行ったとか言ったら耳がこう聞き耳立てて、ね、隣人なんか似てるみたいだね。で1週間もしたら調子良くなってこうやって歩いて帰ってくるでしょ。だもうせーそれ言っちゃダメ。でもね息子さんもものすごく興味持ってね見てらっしゃるそうで娘さんが昨日来てあこんなことやってるんですかとでそのあのご主人も
半信半疑じゃない、まあほとんど疑いだったんです。でご自分の体がですね、頸椎かなんかおかしくなって、で、まあ治療されたんですけど治らなかったんですね。それではそれでハリキューさんにやっぱり行かれたそうです。10回ぐらい行ったそうです。全く良くならなかったそうです。でもうハリキューはダメだと。でもとある非常に懇意にしてらっしゃる信頼してる方がですね、どうしても行けと、ほとんど命令でしょうねでもああ言われるかもしょうがないから1回ぐらい帳面消しに行っとかなきゃと思ってですね、でおいでになったんですね。だからご主人も嫌なんですね。でもう家族がみんなおかしいなと思ってるし、ご本人もですね、血を見るのが嫌いな奥さん、血見たらそれはご主人は大丈夫だ、血見ると血が出てるなって、で奥さんはもう血が出たって言ったら、ああもう嫌、そういう方だった。でまあね、良くなれば文句はないですよね。でとうとう今日で今週の治療が終わったんですけど、何をすればいいですかね。家でじゃあお灸しますか。あ、おへその灸、それはやります。それももうむちゃくちゃ積極的で前向きで、でお礼を言っといてくださいっていう話になって、で私の株も少しだけ上がったっていう話ですねまあ本当今週はもう毎日がちょっとドキドキするやら、まあ後半は嬉しくなったりとかですね、本当にそういう1週間送らせていただきました。もうこれも本当に浅見先生が僕に清血試薬を、ね、教えてくれたおかげだと。そうじゃなかったらどういう治療してたかなと、もう本当に感謝感激でございます。それで一つものすごく重要なことがあります。でそれはですね、あら今プリント配ったかな、足りなかったかな、後で配った首の子へのプリントは皆さんお持ちですかね。持ってない人がいるかな。あ、ちょっとこれ後ろに見せてください。これこれ持ってない人います。これプリント今コピーしていきますからちょっと待っててくださいね。3、4枚プリントしといてください。で放射線の治療をしました。放射線っていうのはもう火傷のような、まあ、言ってみればものすごいストレスを与えてるわけですよね。でそれをどこにやったかが問題なんです。それをですね、病院で首の付け根に当ててるんですね。でそれを後で読んでいただきたいんですけど、これはもう随分前にやったプリントですよね。で、肩の治療でやってはいけないのはその第7頸椎、そこに竜椎という字で書いてあると思うんですけど、第7頸椎の棘突起の下っていうのは竜椎、いわゆる今で言うと大椎というツボなんです。でその大椎付近に強い刺激を与えてはいけないというふうなことが書いてあるんですね。でそれは、そこに書いてあるのは水玉の治療をその竜椎、いわゆる首のこの付け根ですね、このここのところです。ここに水玉の、まあ、この水玉をですね、付け根にここにギャーッと強く当てたら、まあ血管ってでも血を吐くようなことが起こる。でそれはどういうことかっていうと、この竜椎に強い刺激を与えると交感神経が異常興奮するからだというふうにそこに書いてあるんです。でこれをまあ、私も知っておりますけど、皆さんもこうやってお勉強してますよね。だからこの首の付け根を強い刺激をしたりしてはいけないっていうのはまあ分かってるわけなんですけど、それを病院では知らずにその第7頸椎のところに放射線の治療をやってしまったわけですね。でたまたまその奥さんの胃がその時に感受性が高かったんですね。だからその交感神経の異常興奮が血圧にも出てない、で腸にも出てない、肝臓にも出てないんですよ。お腹どこもまあまあ大丈夫なんです。ところが胃袋だけ交感神経が異常興奮してしまったんですね。で私はもうよく今日もですね、今日のお題が胃腸病って書いてあるんですよね。だから胃も腸も大体同じなんだと、神経系統大体胃も腸も同じだと、私も大体皆さんにお話する時も胃も腸も同じだというふうに言ってたんですけど、その奥さんはですね、胃は交感神経の異常興奮があってもうガッチガチになって動きはしないんですね。ところが腸は動いてるんですよ。まあね、口から肛門まで一本の筒で途中で胃袋がポコッと膨れてると、これが胃でって言ってるんだと、まあもう一本の筒だから左足の F1 F6 やってれば大丈夫みたいなこと言ってるんですけど、本当はですねやっぱり胃は胃で
別なんですよね。でそうやって胃だけ交感神経が異常興奮して、だから胃の関所で物が入って こないもんですから、いくら腸が元気でも入らないんですよ。でここまで入ったかな、せっかく入ったかなと、ドワーッと全部嘔吐して出してしまうんですね。ただなんとかこの胃袋を少しでも通す方法って言って、まあ、左足の F1F6、 F1 ってのは足の親指で飛型ですよね。で F6 ってのは足の人差し指で、これは異形ですよね。これどっちが胃袋に反応してるのかっていうと、 F1 の飛型インパクトというのが、これが胃の治療をしてるんです。で人差し指の方は腸のもしくは膵臓の治療をしてるんだということを言われて、浅見先生からも教えていただいたんですけど、今回まさにそれが証明できたような治療でした。で、お灸をずっとしてましたけど、これはですね、赤羽浩兵衛先生が地熱感度測定法っていうのをおやりになって、その清潔の熱感、どんだけやったら熱く感じるか、同じ刺激をやってて熱く感じないところが異常なわけですね。で最後までその F1 左足の飛型のこの F1 親指の付け根のところ、これはですね、何個千年球やっても熱く感じないんですよ。千年球一番最初やり始めた時は20個です。20個あって全く熱さを感じないんですね。他は全部 F1、F6、F4 と清潔にお灸をやったんですけど、他は全部熱くなったんですね。ところが F1 だけはもうザーッと、もう昨日も一昨日ですね、一昨日も全然感じない。あれやってるのっていうぐらいです。で他はもう、あちゃちゃちゃすぐ外して、あの小指はし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 って言ってるんですね。外すんです。親指だけ全然、もうこっちが根負けして、もう今日も15個やったから、もうちょっと今日はもうやめときましょうかねというふうな、そのくらい感じないんです。今日初めて、昨日もしばらくしたら熱くなりました。今日は3個目でそれが熱くなりました。だからやっぱりこの左足の F1 っていうののその熱感っていうのはですね、こんだけ違うんだなというのは分かりました。それでまた胃と腸っていうのはまたこれちょっと違うもんだなというのも分かりました。なかなか興味深い患者さんをご紹介いただいたと思ってですね、非常に喜んでおります。患者さん前にしてこんなことは絶対言えませんからですね。でここまで良くなると患者さんもね、何でも OK みたいな感じですけど、本当はですね、僕最初においでになったところの本当はビデオを撮りたいんですよね。こういう患者さんがこうなりましたってですね、これはもう僕の自己満足かもしれませんから、許されることじゃないかもしれないですけど、でもこの変化っていうのを皆さんに見ていただくと、本当にこの清潔視力っていうのはこんなに良くなるんだと。で清潔にお灸をするとかですね、地熱感度がこんなに違うんだっていうのを、この